おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリーさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面かしてもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったらや。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え、どういうこと？広瀬一家の連中は遥かのことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺は
あいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。ちょっとやばいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわあ、ボイ、大丈夫か。何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから。彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねえんだよ。お前がカズオで、そっちの男の中身が今はカズミか。名前まで紛らわしいな。そう、そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ？悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫くん、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ、カズミも一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けど、どうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから、行きますよ。カズミ、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。
んじゃおっさん。目障りだ。しばらく寝てろ。あの、桐生さんですよね。あんたは瀬戸内ウォーリアーズの。はい、瀬戸内ウォーリアーズの千葉っす。先日は助太刀ありがとうございました。いや、むしろすまなかったな、あんな騒動になっちまって。で、俺に何か用か。実はまた桐生さんに助太刀に来てもらいたいんすよ。また？はい、チームのメンバーが大量離脱して人数が足りなくて試合ができないんす。今まではチームの要の飯野さんがそういう時に選手を集めてくれたんすけど、飯野さん最近すごい忙しいみたいで当分うちのチームには顔出しできないっす。だから僕は代わりをやっているっすけど、思いつくのが桐生さんしかいなくて。そうなのか。さっき大量離脱って言ったが。言いにくいんですが、この前の桐生さんたちの喧嘩騒動ですね。あれで怖がったメンバーや怒った主力メンバーが大量に他のチームに抜けちゃって。申し訳ない。まあ南雲さんたちを出禁にしたみたいっすから、もうあんなことにはならないと思うんすけどね。それで助太刀の件なんすけど、お願いできないっすかね。俺も他にやることがあるからな。最初は断ろうかとも思っていたんだが、その人数不足は俺の責任もあるようだしな。分かった。あざーす。それじゃあ野球場でお待ちしてるっす。ああ、分かった。なんだあいつ、怪しいな。お前何をしているんだ。しばらく寝てろ。こんなことはもうやめておけ。許して。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
前もしつけがなってねえな。ていうわしばらく寝てろ。あ、キリュウの兄貴。昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち桐生さんのファンになってしもうたけん。ああそうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよもう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。大和じゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭見当にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。あ、なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった舛添も腰巾着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはその。よそから来た人ですけ。
桐生さんに頭下げてもらえば。蘇我のみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ、その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそ者には分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船。昨夜の酔っ払いにそこの造船所の門もおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前らキルさんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ。キルさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、キルさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。ゆうべの喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ、急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。誰だ、おらやらせてやるよ。
悪く思うなよ。ま、待てよ。待ってくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが、それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠してることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おお。よく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。なんなんだあの人は。